続いては与田さん徳吉です。はい、今日のテーマはこちらです。今年の出来事カレンダーです。昨日は全国ニュース中心にお伝えしましたので、今日は道内ニュースを中心に見ていきましょう。はいはい、まずは1月、今月です。早くも明後日の話題なんですが、北広島市初めてエスコンフィールドで20歳の集いを開催します。<ー>そしてなんとこちら。 式典の後には一席100万円以上する年間シートの権利を買った人だけが使えるダイヤモンドクラブラウンジでパーティーも開かれるということです。<laughs> ま、室岡さんもうエスコンフィールドは球場じゃなくて、舞台装置って言っていいんですか?。<laughs> そうかもしれないですね。うん、しかも、ここでの軽食とかドリンクも、全部そのね、もう用意されたものを。新生児の皆さんが食べたり飲んだりできるってことですから。はい、なんか、すごい羨ましいですね。ねいい大人の始まりになりますね。いい住民票、この街に移したいというやぎ。いますよ。<laughs> い,やいや、絶対にいる,と思いますいる。いるいる。はい。うん そして月末ですが、創成川イースト札幌、新しいホテルが開業します。そして、個々のすすきのすすきの交差点にできました。商業施設ですね。うん、セカンドオープンってのがありまして、13店舗が追加で開業します。時計屋も今度こそ無事に飛んできてほしいですね。そして2月になりますと、札幌雪まつりでございます。4日から11日、ようやくコロナ前の規模に復活します。まあ楽しみなどが。 子どもから大人まで雪と戯れることができます、こちら VTR のツドーム会場、<ー>滑り台もいいですよね、うん、大野さん、4年ぶりの復活です。4年ぶり、しか方ぶりということになりますが、この巨大滑り台がなんといっても、このツドーム会場の目玉なので、うん、これね、ようやくできるっていうお子さんもたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。中継久しぶりに行くんちゃいいす、ね、どここここここはは滑滑るととろからんね、うん、いいですねさんも滑ったことは いいいいやありまますす<ー>行くのはあの川野君でいいと思ただね、1つ心配があるとすれば <laughs>、はい、雪不足が心配で札幌の秋元市長も周辺市町村との調整を進めているということでしたね。<laughs> うん そして現在、改修中の道長赤レンガなんですがちょっと変わるんです2月から4月この八角塔の屋根の色が変わります今はこういうカバーがあって展示施設があっていわゆる銅が6章を吹いている状態で青緑がかった色になっているんですがそれが銅板を吹き替えられるとうわこんな色になるんです。ね ピカピカですよ。これが本来の色ってことなんです、ね。そうなんです。要するに銅が錆びてこういう色になってるってところなんだ。知らなかった。緑色なんだと。これね絶対見に行きたいんですが、<ー>前回の改修工事から言いますと、この赤褐色のピカピカな期間っていうのは本当に数ヶ月らしいので、そうなんですぜひこれは見に行った方がいいと思います。ちゃんと見よう。リニューアルオープンは来年度中を予定しています。 そして3月ですが JR のダイヤ改正があります。3月16日快速エアポートが昼間の時間は1時間6本になります。一方で31日根室線の富良野新特間が廃止となります。新型コロナのワクチンの無料接種も終わるんですね。先日かかりつけの病院に行きましたらだいたい自己負担が6000円から7000円になるんじゃないかなんていう張り紙もありました。続いて4月春になりますと新しい施設が続々とオープンします。 4月1日にリニューアルオープンするのが札幌市青少年科学館歯、ねうん、歯茎と歯があありますすけどあれ <laughs>、はい、新しい展示物なんですよ <laughs> こちらはボディーアドベンチャー自分が食べ物になったつもりで口から入っていき、うん、体の中でどう消化されるか体験することができます。 出ると、えー。楽しい。<laughs> スノードームシアターでは人の動きをセンサーが読み取り、うん、雪が降ったりつららが伸びる映像を見ることができます。えー、他にもスケルトンやカーリングのスイープ体験ができるコーナーができたり、うんえー、開館当初からある地下鉄の車両にも。 新たにスクリーンがつけられ運転席からの景色を見られるようになります,<ー> <laughs> す、ね、レトロな車両がいいんですよね今回ねだいたい4分の三ぐらいが入れ替わるので春には札幌市丸山動物園にも新たな施設がオープンする予定ですオラウータンの新しい施設がこちら大きいですね オランウータンとボルネオの森三棟のオランウータンの新たな住まいですインドネシアのボルネオ島から取り寄せた植物が植えられスコールのような雨を降らせる仕掛けもあります広さはかつてあった類人玄関のおよそ3倍屋内施設としては 世界最大規模のオランウータン専用施設です、えー、あオランウータンがこんな動きするのっていう瞬間をですね間違いなく見ていただけるなっていうね、動物園も進化していますそして4月2日ファイターズエスコンフィールドで開幕戦今年は楽天戦ですね続いて5月です 札幌駅の北口に200席ほどの一つの劇場がオープンするんですね。うん、北八条西一丁目 1> 札北八一北八劇場そう藤上さんなんとコケラ落としこの人。コケラ落とし主演やらせてもらう,、はい、うい,い,いやあの本当にねめちゃくちゃ面白い芝居。いや正直誰が主演しても、はい、めっちゃ面白い芝居、ね、いなんで。 間違いない芝居なんで、ちょっと本当に見に来ていただきたいですね。で<も>ずっと笑ってられるお芝居です。ほけら落としっていうのが、記念ですよね。本当、ねうん、ありがたいです。主演ですか。すはい、ね、なんかちょっと新たなこう、演劇がある街づくりを目指すっていう、うんはい、そういう文化のある街にしたいっていう思いが。あるということなんです。その辺もちょっと汲み取って、いただきながら楽しんでもらえればなと思います。うんうん、はい、ぜひお時間ある方はどうぞ。ししそして、一方で、三十日、五十一年の歴史に幕なんですね。展望回転レストランで有名だった。 センチュリーロイヤルホテルが閉館となりますそして7月お金が大きく変わります紙幣のデザインがおよそ20年ぶりに変わります、うん、なんかこの表示を見るとお金ドル海外のお金みたいだなという感じもね<ー>私はしたんですがそして26日からその隣オリンピックがフランスのパリで開かれますドサンコ選手の活躍にも注目ですねさらに注目なのがこちら 7月以降なんですが気球で宇宙旅行気分を楽しめるサービスが北海道内で始まるんです、うん、宇宙観覧フライトこれ始めますのは江別、うん、に本社がある岩屋技研ですフライトは都価値で行う予定です 二人乗りの気球で高度25キロの清掃圏まで2時間かけて上昇します、うん、一般的な航空機だいたい10キロぐらいを飛行します、うん、上空で1時間滞在してその後1時間かけて地上に戻ってくるということなんです、うんうん、今ご覧いただいている映像これは去年の10月に行われた試験飛行の様子なんですが、うん、高度10キロではいこの景色<ー> これが25キロ25キロ,25キロって宇宙なんですかえここまで行けるんですかですここまで見ることができるえー 2400万円なんですがすでに5人の登場が決まってます、はい、うわすごい25くらいここからエスコンぐらいの距離わからんけど地上で言ったらそうですけど、ね、それぐらいの感じですよね太郎さんこれ見たら名言は生まれますよ間違いなくこれに乗った人は地球は青かったっていう発言ができるわけです言いたい言いたい地球は丸かった地球は住んでいたいろいろあるとお金貯めて2400万円なんとか宇宙旅行行ってみたいなまあ宇宙ではないですけれどもね10年 かかったらゼロが一個取れて、ね、24万円になったりなんていうことが、ね、あるかもしれない続いて八月です去年の猛暑の影響で札幌の小学校夏休みが伸びますねすべ、うんえー、ての教室にエアコンを設置するまでの間夏休み中学校と同じ三十日間に延長しますその分冬休みは短縮するということです、うん、そして月末函館で世界,、えー、世界大会モルックの世界大会も行われますね恥ずかしいですね <laughs> 9月にかけては道内初のおめでたい話題をお届けできるかもしれませんえ、え、何妊娠中のメリーちゃんが泳いでいますお腹が少し膨れているのがわかりますオタル水族館のメスのバンドウイルカ、メリー去年夏、複数回オスのロッキーとの交尾が確認され11月 妊娠していることが分かりました。これそうだわ。本当にいるか。今メリーが授乳のための訓練を行っています。えー、今年8月から9月頃出産する見通しで、無事繁殖に成功すれば洞内初となります。今回はこのショープールで出産をえ準備しています。はい。本当楽しみですね。<laughs> もう頭の中ではもう生まれるところまでイメージができているので。 で、あとはもう時期を待つだけですね。はい、無事に生まれてほしいですね。代わって秋冬はこんなことが変わります。まあ、個人的には郵便料金値上げですね。うん、やっぱりハガキも手紙も20円以上上がりますからね、うん、えー。手紙はおよそ30年ぶりになるということです。以上、駆け足ではありましたが、今年2024年の道内の出来事、カレンダー徳雄市でした。